まあなんか、今、そういう意味だと僕、本当に、うん。有象無象のライブラリーがはいはい。かなりまあね、みんな持ってますよね、そういうのあるんで、今ちょっとマッピーとレッピーを頑張ってますけど、はい。はいはい。実はもうちょっと本腰入れようかなって思ってるのが、ドットネットのラッパーライブラリー。ラッパーというか、F シャープ向けのやつ。はいはいはい。C シャープはアッパーキャブルだけど、F シャープはローアーキャブルなんはいで、はいはい、そうですね。それだけあをラップするライブラリーを作ろうかなっていうのはちょっと思ってるんですけど。そう、僕、なんかちょっと前に妄想したのが、あれですよ。システムリンクイナミラブルあるじゃないですか。システムリンク、いや、何ですか、それ。システシスムテムリンクリインナクイナミラブル。っていうのがあるんですか。イナミラブルクラス？要するに、リンクの拡張メソッドがそこにいっぱい定義されてるんですけど。ごめんなさい。リンクが、今、リンク Q じね。ゃなくて P はの方いはい、K の方ね。K の方。の方ですよね。Q の方です。Q の方。で、そこにまあ、リンクのメソッドはいろいろ定義されてるんだけど、まあ、F シャープからそれを使うのにいろいろ辛いじゃないですか。そうですね。それをね、なんか変換するのがあってもいいんじゃないかと思ったことはあります。あの辺は本当な、欲しいけど、面倒だなって思うし。そう、なんか複数比数取るときにね、なんかオーバーロードのことを考えると単純にはカリー化できないんだよね。で、なおかつ、じゃあ、仮か単純にしますってなったときに、今だと、アポストロフィーで、シングルコートで、まあ、対応せざるを得ないじゃないですか。言うと？まあ、例えば、セレクト、単純にセレクトをやろうとしたときに、あれってオーバーロードいくつかあるんで、F シャープ側だと、じゃあ、セレクトの F シャープ版のモジュール作ろうってなると、仮ができないから、そのセレクトとセレクトアポストロフィーっていうのそうか、そうやって書いてる人いますね。セレそクトをちょんう、ちょんみたいな。理解しました。ああ、そういうことで。でも、それってあんまり不格好じゃないですか。なんで、なあっていうのはちょっと。なるほどね。思いつつなんですけど、かといっていいアイディアは出てこないっていう。なんですよね。まあなんか思ってるのは、少なくともディス引数、最初のディス引数を一番後ろに持ってくとかぐらいはするといいのかなとか、あとはもうなんかその、なんだ、オーバーロードがある場合は、まあ、タプル形式を使うしかないのかなと思ったりとか、そんな感じかな。結局タプルにしちゃうとパイプラインがうまいことつながらないじゃないですか。まあ、タプルで書けばいいって話なんだけど まあ、もちろん、なんか、き、あの、何、仮化できないから、まあ、そこの部分はちょっと悲しい感じになるけど、っていうふうにしといて逃げるか、そのライブラリにいかほどの意味があるのかとか考えてしまうんだよね。まあ、でもよくわかる。よくわかる。まずは、なんだろう、そこの対応の前に、ね、名前だけ揃えちゃおうっていうのが第1段階目で作ろうかなと思ってるそうとですころね。で、その引数の順番とか何も変えはいずはいはいはい。キにっていうャメのはルちょっと。ケース化するだけでもいいかもしれない。キャメルケース化してリスだけ後ろに持っていくとかするだけでもいいかもしれないね。っていうのはちょっと思ってますね。まあ、拡張メソッドのところに関して言えなんかそこまでやるとさ、ば。タイププロバイダーが作れそうな気もなんとなくするよね。
つまり、なんていうの、事前にそういうライブラリ作らなくても、なんかそういうタイププロバイダー適用すると、なんか裏で、あ、でもいかんか、今って、タイププロバイダーって、ジェネリック対応してなかったんだっけか。え、そうできたんだっけ、ちょっと覚えてないけど、だいぶ前の認識ではできなかったような気がする。僕もちょっと、そんなに頻繁に、タイプロワイダーを作るわけじゃないんで。まあまあ、もちろんそう。そう。なんかそんなようなことがあったような気もするが、まあちょっとわかんない。その辺はあんまり自信がない。うん。それ食わせてできるんであれば。そうだね。なんか、実行時、じゃあ実行時ではビルド時か。ビルド時生成できれば、なんかいちいち、なんか何向け何向けとか作らなくていいから、なんかそれで救えるものもある程度あるかもしれないね。うん、なんか一番欲しいのはあの、うん、F シャープのコンパイルドネームアトリビュートあるじゃない、うんうんうん、あれで F シャープ向けと C シャープ向けが作れるようになれば、ああなるほどね、思う時はありますよね、うん、で、はい、C シャープのコードでもあれを使えるようになれば、はいはい、嬉しいなって思うんですけどね。そうしたらあの、はい、コンパイラーの方にその変更はとてもじゃないけどなんか取り込まれそうにはないから、今だとソースジェネレーターかですかね、うん、やるとすれば、うん、ソースジェネレーターでその事前にその AST でなんか目的のやつを見つけたらそこに属性を加えるみたいな感じかな。うん、悩ましい、うん、多いし需要がとは需要があるのかみたいなのが、うん、ああなるほどね、うん、なんか見た目上やっぱり混在するの気持ち悪いなっていうのはすごく常々 F シャープを書いてると思うんですよ、うんうん、そうですね、そこだけはちょっと直したいなっていう、でもやる気は出ないんですけどねあのまあ、ナイーブにやろうとすると本当に一個一個のクラスから構造体から全部なんかプライベートなフィールドに一個ポンってそれを置いて、うん、はい、それをラップするためだけの口を作るっていうことをやり始める必要があるじゃないですか、うんうん、そうだね、うん、なんか嫌だなっていうめんどくさいなっていうのありえますよね。ですよね。なんか多分 C シャープに判別共用体とかできたらなんか F シャープで同じようにいけるにはどうしたらいいかみたいなことをやっぱりネタとしてなんかできるんだろうな、それもな。あ、きっと同じにならないでしょ、あれ。ならないと思いますね。だから結局 C シャープの判別共用体を F シャープの判別共用体の使い方と全く同じ使い方を F シャープ上でできるようにするためにどうしようっていうのを多分、うん、ドンサイム様がドンサイムさんがちょっと一生懸命考えないと、考えてくれると信じてるんですけどいや F シャープラングにあのスレッドを立てたらいいんじゃないかいどうしていくのかっていう、うん、なんかまあなんかあの完全じゃないにしろなんか例を挙げるとこんな風に書けたらいいみたいな例を挙げると、はい、そうするとああでもないこうでもないみたいな議論が始まるので、はい、なんかあそこに投げるのがいいんじゃないかなって気がする、うんうん、そうですね、判別系レコードって結局、うん、あレコーダーなんかそっかやるとかっていう話になってたかな一瞬で、あ C シャープで、あ、C シャープのレコードあるじゃないですか。うんうん、あれ F シャープのレコードと違うじゃないですか。なんか、うんうん、なんで、その F シャープ側で、その動画使うみたいな。ああ、F シャープ側の総合運用か。はい。話が出てたような気がしますね。うん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 、なんで、まあ、こっちに合わせてくれよって僕は思ってた。むしろ、ね。合わせろよって。なんで合わせないんだって。吐き出す IL 揃えばいいだけじゃん。ちょっと、ああそうね。そう、なんか、それのせいで、また F シャープの開発の手がしょうもないことに
費やされるのかわいそうだなって毎回思うんですよね。なんかイニットオンリーの扱い方を変えたんだよね、確かね。あ、そうなんですか。いや、なんだったっけな、なんかレコードってその構築したら基本的にイミュータブルじゃん。で、その時に、生成したプロパティのセッターが準備できないから、イミュータブルだからという理由で、準備できないとして、そしたらなんかどうだったっけな、イニットで書かせるのは書かせるけど、内部的にもなんか、IL のイニットオンリーをどうにかしなきゃいけないみたいな話があったような気がして、それを。あれの話じゃないですかね、確か。C シャープ上だと、入社時にプロパティにセットできるじゃないですか、あの紙括弧で。あれ、イニットオンリーだとあの書き方できないから不便みできたいない。な話からのやつですね。で、C シャープのその言語仕様的にそりゃそうで、それはわかるんだけど、なんでそれでイニットオンリー、要するに CLR の仕様としてのイニットオンリーをいじらなきゃいけないって話になったんだったか、ちょっとその辺があやふやなんだけど。あれが確か、C シャープ上で、入した時にプロパティに対して代入させるのはイニットオンリーのプロパティ OK なんですけど、今度じゃあ F シャープでそれを使おうとした時に、コンストラクターに引数取って、生成するタイプのコンストラクターがちゃんとないと、F シャープ上からだとプロパティにアクセスできなくなって、初期化ができないゴミみたいなクラスとか構造体ができちゃうっていう話だったような気がしますね。なるほど。C シャープはその構文でイニットオンリーのやつはアクセスして初期化ができるけれども、その他の言語からはそのイニットオンリーのプロパティに対してアクセスできないのでっていうとか、そういうなんかそんな話だったような記憶なんですけど、ごめんなさい、うろ覚えなんで間違ってる可能性あります。頭のあたりなんか痛い話やなと思った 確かそれ見た時に なんかその辺うまいことをしてほしいっすよねっていう。なんか引数のなんかシンボル名でマッチでもよかったんじゃないかと思うんだけどね。なんか引数に属性がつけれるからさ、なんかその何コンパイラージェネレーテッドな属性ってことで、なんかその1対1でマッピングするためには引数のここに何その値を渡せばいいみたいにして、その全部の、値を受け取るコンストラクターを暗黙に生成して、で、そのどこの引数にどの値をなんか渡すべきかっていうのはコンパイラがまあそのなんかシンボルを参照して、属性を見て、で、マッチングさせるみたいな風でもよかったんじゃねえかと思うんだけどね。それで十分な気がしますよね。っていうか、現実問題として F シャープのレコードってそれやってるじゃないですか。自動でコンストラクター生成してるんで、なんでそのシシャブ側はしなかったのかがちょっと理解に苦しあれじむ。ゃない？なんか C シャープのそのレコードって確か、あれだよね、そのレコードのデフォルトはそのイミュータブルとして振る舞うような感じで考えてるけど、拡張は自由にできるとかじゃなかったっけ？拡張っていうのはその、なんていうの？ミュータブルなそのメソッドを追加で定義したりとかできるんじゃなかったっけ？そうでしたっけ？あんまりなんか。なんかそういうところの自由度を考えてそうしたのかなって気はちょっとしたけど、でも分からん、最終的にどういう判断だったのかよく分かんないけど。なんか 使いづれえなっていう、まあ止そうまっだよちゃってるんで、僕、よね。くないな、ちゃんと書けないといけないですね。そうなんですよね。まあ、なんかこう、これがビデオで使われるのかわかんないですけど、でもまあ流してもいいんじゃない？別に僕こんななんか言ってるけど、別に C シャープ嫌いじゃないんで。なんだかんだ言ってね、なんていうの、その生産性とかさ、最終成果物でお金チャリンチャリンとか考えると C シャープで書くかっては思うんだよ
そこは否定してない。そうなんですよね。そう、しかも使える人が圧倒的に多いんで、だから個人的にその 自分1人とか2人とかで開発するときは F シャープの方がいいんで F シャープ使いますけど、もっと大きい規模感でやるとやっぱり C シャープの方が人集まるし、そこの学習コストがないんで、そっちを選んじゃうんですよね。まあ、今後 F シャーパーが増えてくれると、その悩みも消えてなくなるので。増えるんやろうか。そ 増えてほしいが。うなんですよね。増えてほしいんですけど、最近だと、まあ、今、2021年の2月の14日ですが、昨日2月の13日時点のキータで、F シャ、だから私は F シャープを使ってるみたいなタイトルの記事が上がってて、かなりいいねをもらってたんで、本あ、当、そんなよのあしげた人いるの？よし、よしよしみたいな。多分ランキングから、ランキングに載ってるのかな？あ、それはあれですね。キャノミンさんとか。F シャープの、タグで見た方が早いかもしれないですね。タグをクリックしてもらうと、どこの記事のやつでもいいんですけど、記事のところなんて言のうんだっけ？グレーになってるところに F シャープっていうのがあると思うんで、グレーにそなっのて、下ぐらいですかね。F シャープでストリああ、ングこれ共有。か。はい、それです、それです。それで、なぜ F シャープ、そうです、そうです。私は F シャープを使うのかっていう一これ番、か。はい。72LGTM もらってるんで、みのりさん、初めて見るな。僕も初めて知りました。で、なんかこの、今回だと、Python と比較して、いい感じに Python っぽく書けますみたいな。そう、まあ、記事の内容はなんかよくある記事なんで、あれですけど。ヌルフリーね。うそん。うね。ヌルフリーだけど、DB と C シャープと連携しようとすると、途端にヌルが出てくるっていう。まあ。あ、なんか俺の名前が今ありましたね。え？ あ、あ、お、本当だ。これね。はい。初めて知った今。あ、いたいたいた。全然気づかなかった、自分で読んでるとき。あるね。そう、詳お、細ま一で全番然わか書りいやてすいって書いてあるよ。あない。そう、頑張って日本語訳したんでね。もうちょっとわかりやすい。翻訳ガバガバ。それな、ちゃんとやってたのにな、また、ガバガバ機械翻訳にやられちゃったからな、ショック。そう。なんかまあ、下の方の人のコメントで、いい感じだねみたいなコメントもあったりしたんで、そうですね。C シャープかなり上々そうなんですよね。それはみんな多分。C シャープのね、ぬる半、ちゃうわ、ぬる、ぬる三要章、参照きょだうな。きょう、あれ、なんかね、もう今、なんか、だいたい半々ぐらいでオンにして使ってるけど、だけど、なんかね、F シャープほど、こう、安心感があんまりないんだよね、あれ書いて、あれで書いてて、大丈夫かな、本当に、みたいなとこあって。たまになんかそのロズリのバグかなと思うような挙動の時もあるから何とも言えないんだけど、なんかあれだよね、そのうまく説明できないけど F シャープ使ってる時の方がヌルを意識しないで済んでるね。なんか C シャープでそのなんかヌラブルをイネーブルにしてたとしても、なんて言えばいいんですかね、そもそも C シャープの場合って、ヌルが来るっていう前提の頭であるし、フレームワークというか、ライブラリ自体もそういう設計なされちゃってるじゃない
自分余で計そこに対する安心感が生まれないのかなっていそうう。か、その自分でそのなんかライブラリを作ってると意識することが多いからかな。なんかライブラリ使ってるといくら、なんていうの、その、クエスチョンがついてるとかついてないとかで、識別できたとしても、なんか使う側が、その、ヌラブル前提、ヌラブルがなんか使えることが前提の環境じゃないとさ、要するに C シャープのなんかバージョンが古いとかさ、それで属性が無視されるとかになると、途端にさ、ヌルがやってくる可能性が現れてさ。結局なんかその自分で使ってるとか作ってる範囲、まあヌラブルが設定エネーブルされてる場合に関してはあれだけど、別にディスエネーブルの場合も全然現状あり得るので、そこをフォローするってなると、途端に面倒くさくなるから、安心感が生まれにくいというか、生まれないのかなっていう、まあ思いますね。あと、全部が全部ヌラブルがオンになってるかって言われるとなってないんで、なってないライブラリを参照しようとしたときに、どうなのかっていう念が 生まれやすいですよね。なんかそのヌラブルの属性がついてないライブラリを参照した時には、その参照型が必ずヌルがありうるって判断してくれるはずだけど、なんか最初の頃バグがあったのか分かんないけど、なんかね怪しいんだよね、その辺の挙動が。で、まあ今も開発中だからしょうがないのかもしれんけど、いまだになんかインテリセンスがサジストしてくることとビルドの内容が違ってたりとかもあるから、まあわかるがみたいな感じでさ。まあ、多分安心感がより強固になってくるのは、デフォルトでヌラブルがオンになることになったらでしょうかね。そうだね。そんな気がするけど、なかなか難しいですよね。そう、C シャープが F シャープに追いついてる感じが全然しないんだよな。すごい速度でそれをする。いや、C シャープに住んでる人からすると、この恩恵はプラスとしてしか感じないので、なので、わざわざなんか F シャープに振り返る行こう必っ要があて、るっていそう、う。あんまりそう感じないだろうね。なんか僕が覚えた時はもう、なんか圧倒的に C シャープがまだ貧弱だった時だったから、なんかこれを覚える価値を見出せたけど、今だとちょっと難しい感じもするかな。なるほどですね。まあそういう意味だと僕が変人だったっていう感じかもしれないですね。あれじゃないの、ハスケルとかやってたからじゃないの。ハスああ、ケ可ルと能 F 性シは。ャープは似てるとは思えないけど まあ、なんというか、その関数型言語ってことで、なんか、興味があったとか、そういうことではないの？書き心地の問題かもしれないですね。どちらかというと、その機能的な問題というよりかは、まあ、このコメントで言うんだったら、一番最初の方が言ってるみたいに、C シャープってすごく冗長じゃないですか。で、圧力があるんで、あのコードに。なんで僕がそ圧力 まあ、わかる。れを。そう、こ圧れ、力ね。わかりますか？なんか、まあ、わかるよ。圧が強いんで、F シャープってわりかし、そういう意味だと圧が弱いので、書いててもスラスラ書けるし、型安全だしいいなっていう。もう本当、なんかアーキテクチャの設計って言語に左右されるっていうのを言ってる人を割とぼつぼつ見て、その通りだなと思うんだけど、本当にね、なんか同じものを作るのでも、 C シャープで書く場合と F シャープで書く場合ってアーキテクチャ全く変わるんだよね。不思議なことに。ですよね。ああ、なんか、そこの住み分けというか、
み分けというか、なんか結局、後追いで C シャープがその関数型言語チックに書けるようにどんどん変えていってるじゃないですか。そうすると、資産的な問題で言うと、今まで使ってたものが、まあ、なくなりはしなくて、横ばいでずっと残り続けるんで、なんか、後から、じゃあ C シャープ勉強し始めました、やり始めましたっていう人たちにとって、ノイズが多くなるのがすごいかわいそうだなっていうのと、ああ、確かに。C シャープが、じゃあ F シャープのこれいいよねって思って、やり始めて、導入した時って、情報が少ないので、集めやすさで言うと F シャープの方が歴史がある分、いいよねっていうのをちょっと思うんですよね。で、なおかつ C シャープ、まあ、C シャープというか、まあ、ケキョさんが言ったみたいに、なんだ、マイクロソフトが過去のものを残し続けるっていう、必ずしも悪いとは言わないですけど、方法を取るので、C シャープがその完全に F シャープっぽいそのシンプルな構文を取り入れづらい。で、すごい中途半端なものをどんどん導入してしまっていってるっていうのが、見ててちょっと苦しいなって思うことは多いですよね、ここ最近の動向的に言うと。それがなんかどうにかなればなっていうのは思いますね。なんかドットネット界隈のオフィシャルな開発とかでもやっぱり、例えばなんかマイクロソフトのエンプロイヤーにお金払わなきゃいけないので、なんかそういう基準で考えると、これはお金になるかみたいな、なんかもうシビアなものの見方になると、そういう基準で考えると一番判断しやすいのは、なんか例えばドットネットフレームワークの顧客が今、ドットネットフレームワークね、フレームワークの顧客が今世界中にこんだけいて、なんかそこからなんか例えば報酬料とか、なんか定期的にチャリンともらってるとかいう事実を突きつけられると、判断はどうしてもそうなるよねって気はするんだよね。だけどさ、その一方で、僕はそれなんか良しと思ってないんだけど その一方でなんか、まあ最近のポーズなのかもしれないけど、なんかラストはいい、これからラストにもコミットしていくって表明したりするわけじゃないですか。でもラストなんて C とも C++ とも互換性ないわけで、言語仕様的に。だからそれを隔ててるものは何なんだろうなみたいなね。だ単純にそのなんかそのこれから少なくとも C とか C++ で書こうと思っている、書かざるを得ないという意味で書かなきゃいけないと思ってるものは、まあラストで書いた方がいいよねっていう、まあなんかこれから書くコード資産のために選んだっていう話なのか、なんか何なのか、もうちょっと具体的な打算があるのか、それともなんかさっき言ったような、こう、なんていうの、ポーズとしての表明なのか、何なのか分からんけど、まあでもそれを言い始めるんだったらね、これからなんか F シャープの方が洗練されてるから、F シャープに全面的に力を入れますって表明するのもありなはずだけど、その選択はないわけで それを隔てているものは何なんだって思うんだよね そうですよね。だから、ラストの件で言うと、なんか Windows OS 自体もラストで書き直すとか いや、それ言ね、ってるじゃないですか。まあ、言ってるだけかもしれないですけど。絶対無理だと思ってるよ なんかその足がかりとして WinRT を Windows ランタイムをラストで一部書き直し始めたじゃないですか。まあ、それはあれだよね、ごく直近のなんかコード資産については、なんか置き換えれる範囲であれば、なんか書き直して、これから書くコードはみんなラストでとかいう判断は、まあ妥当かなという気がするよね。だって、WinRT のコードベースなんて、なんかまあさっきの UWP の話でいつまで続くんだって、ちょっと怪しい感じもするけどさ。でもまあ、走り出しちゃったものをしばらくメンテナンスをするっていうのは多分彼らの方針だから。だからまあ、なんかそのためになんか、
今のうちにラストに置き換えるっていうのはなんかコスト的にありなのかもしれないって判断したのかなって気はするけど、まあでだっもて、ね、Windows のカーネルからとかはね、ちょっとまあ無理ゲーだと思う、私は。あまりに大きすぎる。本当に大きいので、なんか、コードの全容を理解してる人は誰もいないと言われているぐらいだからな。まあ無理なんだろうな。やる詐欺で。そう、いやそこの部分はもう本当にポジショントークかなって気がするね。まあでも、なんか今後作るものはラストにするっていうのは、ひょっとしたら本当にそう思ってるのかもしれないね。そうですよね。まあどうなるのかっていうのはちょっと Windows 10がいつまであるのかもちょっと不明ですけど。そう、まあなんかその、なんていうの、バージョンインクリメントしないって表明してからもうだいぶマイナーバージョンとしてバージョンアップしてるけど、このマイナーバージョンアップ一つ一つはメジャーバージョンアップだったのではって感じもするしな。もうちょっとどうなんだろうって。なかなか、まあ結局、どうなんですかね、なんか、Windows 10自体もそこそこ迷走してるじゃないですか。そうね。なんか個人的には設定と、コントロールパネルは何なんだっていうずっと思ってたんですけど、もうようやくメスが入り始めるじゃないですか。や、あれも僕怪しいと思ってんだけど。 いや、なんでかっていうとさ、いまだになんかコントロールパネルからしかできない操作があっ ありて、ますね。で、しかもこれが、何、そのストアアプリベースのなんか設定画面に移行したとすると、どういう画面になるんだろうかって想像があんまりつかない機能とかまだ残ってたりするんだよね。とか、あとは、MMC？ わからんわな、マイクロソフトマネージメントコンソールって、なんだ、これ。今これが出るのか。違うぞ。僕が言いたかったのはそれだな。こういうやつ。これってね、ディスクの管理という独立したアプリケーションじゃないんだ。そうなんですか。これね、マイクロソフトマネージメントコンソールというフレームワークがあって、それの上に載っているプラグインの一つなんだ。ディスクの管理という。そうなんですね。で、これまだいろいろ残ってるはずで。あれですよ、なんか、フォルダーの中に、すごいいっぱい羅列されてるやつですよね。そうそう、こっちから見ればあるか。これか。この下にあるやつね、いろいそうろ。ですよそうね。そう。これみんなそうなんだそうなんですね。ね。こういうのとか。そう。これどうすんのみたいな話とか。なんかコントロールパネルはなくすけど、これは残しますって話は、まあ、それはそれでありなのかもしれんけど。どうすんのみたいなんか、な。でもなんかここにさ、代表的な例があるわ。例えば、どれだったかな、これ。ファイアウォールのやつ。ファイアウォールの設定、これ MMC なんですよ。だけどさ、ファイアウォールの設定はなんか、いわゆる、これに移行した方がよくねと思ってて、これのネットワークとインターネットのここら辺にファイアウォールとかいう項目ができて、そこから操作できるとかいうふうにした方がいいんじゃないとか思ってて、でもそこの Windows Firewall から飛ぶんですこれが出るんだよね。でもここにない。確か、なんかこっから結局これに、それが、そう、そう、呼び飛出ぶされんだてよる。ね。そう。いや、だから全て置き換えますってアナウンスをなんか聞いた気はするけど、本当かとか。あれですかね、コントロールパネルからのリンクじゃなくて、そっちからのリンクに変えますみたいな、そういうああ、なるほど。ライトな宣言だったのかもしれないですね、僕らが思う以上に。なんか置き換えると言った、かっこ言ってないみたいコントロールパネルから行かなくてもいけるようになったよね、みたいな。な。それね、確かね、なんか、
フィードバックハブでも突っ込まれてたやつがあったような気がするんだよな。なんか初期の頃の設定画面で、なんか設定画面に新たになん、もうどれだったか忘れたけど、なんか増やしたんだけど、その増やしたのを理由にコントロールパネルから削除した機能が確かあったんだよ。で、とてもじゃないけど、なんかその設定画面の方からできることはもう少なくって、同じことができない状態で、でもなんかこれ使えなくなるのは困るとか言ってね、めちゃめちゃ突っ込まれてた話が。いや、それ少し考えればわかるやろみたいな話でさ。そうですよね。いやー、どうなるんだろうな。そう。とね、そういうとこがあるからね、なんかあんまりその話、なんか設定画面がなんかこう便利になりますとかね、言われても、そうですかみたいな。頑張ってくださいみたいな。すごい思うんだよな。今後どうなるのかですね。な。っていう感じですね。まあ、僕はちょっと F シャープをしこしこと、粛々とチェスやろうかなって思いますけど。はい、いいっすね。なかなか難しいそうよだな。な。まあ、そうだよな。僕が C シャーパーっていう目線で見たときに、F シャープに乗り換えるコストがちょっと高すぎるんですよね。そうだね。言語として全然違うんで。なんか、わざわざそこまで頑張って、なんていうの、こう、一位性を担保するような構文規則にしたりとかしなきゃよかったのにと思うことあってさ、F シャープのコンストラクターあたりとか、なんかもうちょっと緩くてもよかったんじゃないのみたいな、なんか、ちょっと思ったりするんだよね。F シャープのレコードはすごく使いやすいなと思うんですけど、クラス構造体になった瞬間のそう、本当それ、本当に複そ雑さ、あれう。はちょっとなしだなって思ってますね、個人クラス書くなって感じ。的に。そう。なんで僕基本的には書かないっていう選択肢を取らざるを得ないんですけど、でも書かないといけない瞬間がやっぱりあるじゃないですか。なんか、あれちょっとどうにかしてくれるさえすれば、なんか、なんかちょっとだけ書こうかなとか言ってなんか書いたら書けるぐらいのなんか難易度だったらいいのになぁとは思うんだよね。それこそC シャープのクラスぐらいライトに書ければ、あれについては良かったかなって思いますけど、そうね。C シャープのクラスの構文をそのまま F シャープに持ってきて、ただ F シャープの構文で定義だけはできますよみたいなぐらいが多分落としどころとしては良かったんじゃないかなって思うんですけど。定義となんかこう何束縛を同時にやらなきゃいけないっていうのにちょっと強く縛られすぎな気はするんだよね。例えばなんだっけ、そのコンストラクターのブロック内でちゃんとその束縛の初期化をすれば、それはなんか初期化したとみなされるぐらいでもよかったような気がするんだよ。わざわざそれを明確に構文規則で分けなくても。それこそC シャープのリードオンリーストラクトあるじゃないですか。あれってコンストラクター手書きした場合って必ずその中で初期化一度にもされてないとエラー吐いてコンパイル通らないじゃないですか。あれと同じぐらいの緩さでよかったような気がしますね。そうですね。まあ、今思えばっていう話なのかもしれないですけど。せやな。ちょっとな、F シャープのクラス構造体は書く気がない。書く気を失せますよね。っていうのは、まあ、やっぱり使ってて思いますね。で、C シャーパー目線からいくと、やっぱりクラス構造体っていうのがメインになってくるから、レコードと、まあ、モジュールっていうその使い分けじゃなくなっちゃうじゃないですか。やっぱりクラスに対して、ステートとメソッドがあって、どうこうって考えちゃうんで、
そうなった時にやっぱり真っ先にクラスってどう書くんだろうから入るから、ん。余計なんだこんなめんどくせえみたいな。なんか、クラスはほぼ同じように定義できるけど、その、なんか、基本はイミュータブルで、なんか、ミュータブルに書こうとすると、なんか、追加で何か書かなきゃいけないとか、なんか、めんどくさい書き方しなきゃいけないぐらいの縛りでもいいんじゃないかなって気はする。まあ、それはあれだよね。なんか、ベタ F シャープというよりはベタ C シャープの話かもしれんけどな。そうですね。うん。なかなかな、そっか、もうその辺ちょっと考えると難しい。そうだね。さあ、じゃあなんか、えらく時間が、これ、なんかあれだな、最後の雑談はもう一個別に切った方がいいかな。結構長くなったな。4つ目の あれで。F じシャープ。ゃあ、今回は終わりにしますかね。すみません。はい。あ、いえいえ。面白かったです。またやりましょよろしくおう。願いしおま願いす。します。それじゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。あ